私はあなたと戦いに来たのでもなければ、涙のかけらを独り占めしようとしてここを訪れたわけじゃない。じゃあ何のために？それはさっきから。この星のため？みんなのため？そしてそれは正義のためなのかしら？そうよ。ちゃんちゃらおかしいわ。そんな曖昧であやふやなもののためだなんて、ちょっと信じられないわね。考えてもご覧なさい。正義なんてものは立場や見解によって簡単に覆っていくものなのよ。そんなもの振りかざしても誰の心にも届きはしないわ。あんたのやっていることはただの自己満足。さすが。ほらご覧なさい、届きはしないのよ。届いたわよ。私の思いが最初から簡単に届くなんて思っていないわ。でもいつかは届くと信じている。だから私は一生懸命になれる。あなたと同じようにね。分かったわよ。負けを認めるわ。認めたからには従うわよ。マヤ、ありがとう。とりあえずこの先に向かいましょう。ここに本当に涙のかけらがあるのなら、話の続きはそれからにするわよ。あったか。マヤ戦、楽しかったな。マヤがいきなり消えちゃった。で、ここが、あ、向こうにも行けるのか。で、なんかスイッチがあったね。スイッチを押して、これでエレベーター動くかな。よいしょ。床が一度大きく揺れた。同時に規則正しい機械音が聞こえ始める。どこかの動力がつながったようだ。お、これで使えるのかな。出た。塔内に1階と3階に通じるエレベーターがあります。エレベーターを利用する場合は希望の階数を選んでください。あ、これでいいのかな。確か1階にさ、宝箱があったから取りに行きたいな。こういうエレベーター。しかしカラミティチェーンいいよね。カラミティですよ。お、いいね。よし、で、ミラクルベリー。お、ミラクルベリー初じゃない。これ1個目だ。3000。おー、美味しそう。で、デュプリケイターが必要。デュプリケイター、あ、いっぱい持ってるんですよ。何ですか。あ、ブラックパス。おー、これは嬉しい。ブラックマーケットの会員証ですね。これでいけますね。ティティツイスターに、まあ怪しい扉があったと思うんですけど、裏口の裏の方に、裏通り、これで入れるようになりますね。ブラックマーケット、もうちょっと見てみよう、終わったら。で、5階に、3階は多分何にもなかったんだね。5階に行こう。あ、ちょ、間違えた間違えた。間違えちった。ここじゃない。5階。今回は
ないか。進むだけ。あ、またかよこれ。なんかあるな、しかも。どこですか？早いな、しかも。なんか赤いよ、今回。あ、こっちじゃない。あ、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 フックじゃん、フック。7000ギャラ、めっちゃお金持ちになってる今。さて出口はどこ。やばい、これ早い早い。あ、やばい、吸い込まれちゃうねこれ。あー、あー、落ちたし。すげえ、どこに落ちてる。あれ、あれか、登りたいよ。あ、あっちに、あっち側か。よし、やばいやばいやばい、あーやばいやばい、落ちる落ちる落ちる。よしよし、あーあ、はまりすぎだろって。あれあれ、よし、ふう、やだわここ。よいしょ。ね、あれ、こっちから来たっけ、どっから来たの。あっちか、ここはもうないかな。 OK、 行こう。見えない見えない、ここもないと。結構登ってきたよ。あ、マジ何これ、なんだこれは。宝箱あるし、あ、両脇にあるのか。この上は平気なんだね、だってね。あっち、あんな次見るコインだ。コールボイス、セーブしよう。よし、あーやだこれ本当に。あっ、いやー、あーあああああ、甘みすぎですわ。引くわ自分で。いやもうね、ハマりながら行こうかな。もうむしろむしろむしろね。あこの連続で、こっち行って、あれか、あれが壊さなきゃいけないですか。あー、ハマりすぎ、ハマりすぎ。おいおいおい、疲れる。宝箱取って、やばいな、目の前に出るな、あれ順番か。あー、座れる座れる。レプリケーター、よし。あ、こっち戻っちゃった、マジかー。いや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 、勘弁して勘弁して。こっちか、よし。え、あれは戻るやつかな、じゃあ向こう側に壊そう、とりあえず。はい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 、慣れてきたよ、慣れてきた慣れてきた。壊そう、よし。ふう、疲れる。オッケーオッケーオッケー。で戻って、次に進もう。
構長いな。お、壁に着いた。これが涙のかけら？違う色のイメージだけどね。これが涙のかけら？あ、お待ちなさい。慌てた分だけもらいってのは少なくなるものなの。ん？文献に曰く涙のかけらとは、光に透かすとどんな宝石も及ばない澄み切った美しい青に輝く。うん、そうだね、青いイメージだよね。シェイディ、手届かない。届いた。あー、だよね。箱はダメだ、出してくれ。箱の中はダメ。かわいい。まあ、ケイジングタワーといえばこの罠でしょ。ちょっとこれは一体どういうこと。かわいそう。弊社恐怖症なのかな。聞くところによると私のご先祖様の仕業らしいんだけど、シェイディにはちょっと弊社恐怖症の毛があってね。やっぱり。普段はそれほどでもないんだけど、時々発作的に取り乱しちゃうのよ。とりわけ箱の中が嫌いみたいね。ご先祖様との間に何かあったのかしら。いや、俺たちが聞きたいのはそうではなく、ああ、やっぱりそうなのね。本、つまりここに涙のかけらがあるってネタはガセネタだってことよ。うん、いえ、ガセネタだなんてレベルじゃないわね。明らかに悪意を持って流された情報でなければこんな風にトラップは仕掛けられていないわ。ずっとシェイディが暴れてる。かわいそう。あー、ギニャー。生産ガスをやめて、生産ガスを止めて。面白いなこれ、動きが。はい、このパターン。ご苦労様、お手柄よ、シェイディ。あらあら、嫌われちゃったみたいね。あの情報がガセネタだってことを知っていたの？まあね、確信を持つまでには至らなかったけれど、私たちは独自の調査で涙のかけらの存在を知り、正確な位置まで確認していたのよ。正確な位置、正確な位置、それって一体。あんたね、それを言えるわけないでしょうが、まあ、そっちに向かう道すがらこの塔の情報を手に入れたからね。一応確かめに来たのよ。本命を手に入れる前には良い周到な仕掛けをするのがシュレディンガーのやり方なの。単にこっちが近かっただけだろ。相手に対して弱みは決して見せない。さすがですぜ、お嬢。いいね、トットの忠義心いいよね。知ってて罠に飛び込ませたのか。じゃあ本物の涙のかけらはどこに。偽情報を餌にウェルナーの娘をおびき出したつもりが、とんだ獲物がかかったようだな。ん？あ、うわぁ、マヤ。ゲー、ケージエフェクターが壊されているようだな。何のこともないよ。僕たちがエフェクターの役割を果たせればいい。果たせばいい。創世たちですが、未だ所在のつかめなかった涙のかけらのありかを、この者が知っていようとはな。動くな。動けばこの者の命の保証はできかねる。創世らとて、ケージ内の空気を強制排出など、したくはないのだから。空気がなくなれば陸に揚げられた魚みたいに口
中パクパクしながら死んじゃうかもね。いやいや、その前に気圧差によって体の内部から爆裂するかもしれないぞ。さてお嬢さん、あなたの知っている涙のかけらの情報、小生にも教えていただきましょうか。もちろんお断りよ。あんたたちでしょ、この星をどうこうしようっていう、なんだか難しい連中ってのは。まあよい、すぐに聞き出せるとは思っておらぬわ。場所が変われば気分も変わるだろう。創世たちはもっと打ち解ける必要がありそうだからな。うん、あ、行っちゃった。あ、姉さん、けー、さらわれた。姉さんどうしよう、姉さんどうしよう。あー、坊ちゃんしっかりしてください。姉さんが大変だ、どうしよう。そうです、大変なことなのですぜ。だからこそ、こんな時こそ坊ちゃんにしっかりしていただかないと。僕がしっかりしないと、姉さんが。おお、聞いちゃまずいのかもしれないが、あれは何の秘密儀式だ。坊ちゃんは火を見ると気分が落ち着くたちでさ、ああやって平静を取り戻しているんです。そういうことか。こっちじゃない、風呂じゃない、間違えちゃった。聞きたかった。でも坊ちゃんゆらゆらしてるぞ。坊ちゃんは今炎の中に己を没入させているのです。炎は己、己は炎。意識を一度大宇宙へ溶かすことで乱れた心を空に戻すのでございます。やばいなこの兄弟。僕がこれちょっとすごいすごい。話には聞いていたが、最近の子ってのはいろいろ難しいんだな。あ、復活したかな。あ、トトさん、姉さんたちが飛び去った先は。あっちの方角でさ、この目がしっかりと捉えてますぜ。おお、やっぱりこうアフロとこうサングラスでね、わからないようにしてるけど、ちゃんと見てるんだね。何言ってんだろう私。シェリーさん、現在時刻は。腹の空き具合から見て、おお、15時4分ってとこだな。すごいな。現在時刻の太陽座標と合わせて考えるに、姉さんたちが飛び去った方角はこの位置からほぼ南東だ。おお、南東。トトさん、目視による確認時間は2、3秒ってとこですか。早いな。どうやらものすごいスピードで飛んでいたみたいですね。お願いがあります。僕は姉さんを助けたいんです。力を貸していただけないでしょうか。うん、分かってる。急ぎましょう。ここから遥か南東方向、前を追いかけるわよ。お嬢の救出に協力してくださるのはやっぱり涙のかけら目当てですか。それとも、曖昧であやふやなものかもしれない。それでもきっと届くこと教えてあげに行くんだよ。片付けない。この借りはいつか必ず。いや、すごいな。あの兄弟すごいな。いきなりアルフレッドが本当に生き返りましたね、炎を見て。すごいすごいすごい。だけどここから遥か南東って言ってたね。南東か。遥かってことはやっぱ飛んでいかなきゃいけないかな。って
感じか。ふんふん。で、ブラックバスを手に入れたから、ちょっとキティツイスターに寄っていこうかな。あれ、どこだっけ、私の。ロンバルディア。あ、たたたた。キティツイスター行こう。あれ、この辺かな。なんかいろいろいいものが買えるんだよね、確か。リュックも開けて、あ、イオンだ。早く行ってきなよこいつでもいいやつなんだよね、確かね。あ、サウスファームにある巨人族の岬より北に向かった海峡。あ、ドラゴンの話も聞けるのか。ふふふ、いやでもマルチナちゃんがお世話になったからごめんね、なんかちょっと苦手とか言って前も謝ったかでさて、うーん、あ、後ろにいるな人が。あ、あれこの人、あー、おばだ、おば、おばさんじゃん。ここにいたんだね。やっぱ落ちるとここに来るんだね。私のことを笑いに来たのか。だけど私は後悔なんかはしていないよ。弱くて隙があるやつは目端の利くやつに食われちまうもんさ。私の目の前で隙を見せたミレイユが悪いんだよ。うわぁ。まあでも結局ここだから。ティティツイスター行きだからね。ただどうやって行くんだっけ。ここに人いるかな、誰かんち。あ、いないのか。ブラックマーケット。お？あ、あれ？ここから出てか。ここから、ここだ。お、来たね、来たね。はい。ここで、使えばいい？ブラックパス。あ、いた。なんか音欲しかったわ。おお、ここは懐かしの。特に調べてもないか。さて、こんにちは。あれ、トラビス。トラビスなんだ。ガンナーズヘブンにいましたよね、あの趣味の悪いやつですね。ガンナーズヘブン、そうそう、いたいたいた、なんか見に来てたもんね。 こちらはブラックマーケット、お客様のあれば便利をご用立てします。購入、高っ。ティールベリーってこんな高いんだ。貴重だもんね、確かに。すごいな、この値段で。リバイブルズに出たファイルキー売ってるんですよね。999万か。これはやっぱちょっと稼いで買わなきゃダメか。テレポートスターもこんなに高いの。ドラゴンシルも売ってると。あれもっとある、あった気がしたけど、なんかやれば増えるのかな。会話、当店ではよそではなかなか手に入りにくい貴重品や希少アイテムをお客様にご用立てさせていただいています。もちろん値打ち価格というわけには参りませんが、お客様が適正と判断されましたらご購入ください。へえ、怪しい。さてさて、じゃあ今度準備をして、マヤがさらわれた南東の場所に向かおうかな。